さあ信じて、うん、痛くしちゃったらごめんね。星の力よ、えい、はっ、さあ、やっ、やっ、えい、はっ、はっ、限界を超える。はっ、覚悟はいい？さあ、意外とあっけなかったかな。おい、待てこら！仕事サボってどこ行くつもりだ？おかみさん、怒ってるぞ！さっさとクズ拾いにかかれ！役立たずは追い出されるぜ。だったら私、クビっすね。今までお世話になりました！え？じゃあ、はい、さよなら！ちょ、おい！あー、すっとしたー。私、怒ったから。よいしょ、ふっ、たぁ、はっ、痛くしちゃったらごめんね。弾けろ。はっ、さあ、てめえ、ふざけんなよ。仕事を投げ出すってのか。自分の仕事もできない奴は、どこに行ってもダメだからな。仕事仕事ってしつこい。自由主義者なんぞ、自分の役割もこなせない役立たずだ。世間に逆らって、口ばっかり達者でな。身の程をわきまえろってもんだ。自由自由と騒ぐ奴らが、のうのうと暮らせるのも、我々ロール主義者のおかげなのにな。そっか。これがロール主義なんだ。役割で人を縛って、自由を奪う。それがロール主義者なんだ。ロール主義？なんだそりゃ。負けないから！ロール主義者が兄さんを傷つけ黙らせようとしたら、私が助けてみせるから！どうする？放っておこうぜ。この辺には魔物も多い。
どうせ戻ってくるさ。戻ってきたところで、もう居場所はないかもしれないけどな。自業自得さ。